A&G アカデミープレゼンツ、船水元芳の親父構文。皆さんこんばんは、船水元芳です。この番組は文化放送 A&G アカデミーラジオパーソナリティコースの卒業生が期間限定で自分の番組を持ってパーソナリティデビューするプロジェクトです。2024年7月からの3ヶ月間は私船水元芳の番組船水元芳の親父構文をお届けしてまいりましたが、なんと今回で全6回の6回目最終回となります。昼間はコンサルタント、夜は居酒屋経営、そんな43歳親父な私船水のおしゃべりに最終回もどうかどうか30分お付き合いくださいということで、あっという間に3ヶ月が経ちまして、あっという間に最終回、まあ年最終回に臨む気持ちはなんて書いてくださってますけど、まずはやっぱりこうその6回アーダコーダー毎回悩みながらやって、課題感も解決しながらやっていかなきゃなんて勝手に悩んでやってきたんですけど、まあここまで来るといろんなお世話になったことっていうのがね、お世話になった方に関してが頭に浮かぶんですよね。今ここにいらっしゃるあのスタッフの皆さんもそうですし、元になった A&G アカデミーの、まあ、先生とか同期のみんなとか、もちろん家族とか、まあ、僕で言うと東京の深川っていうエリアのお世話になってる人とか、あと自分の店のお客さんとかスタッフさんとか、あと昼間のコンサルの仕事の人たちとか、まあ、みんな の支援とご指導があってここまで来たかなと。それはもういろいろラジオやる上でのご指導をいただいてるとかっていうこともそうですし、聞いてくださったりお便りくださったりとか、まあ、そういう感想を言っていただいたりとか、そういういろんな側面あるなと。で、まあ、特にですね、これ真っ最後だからなんですけど、まあ、あんまり昼間の仕事について語ってこなかったですけど、まあ、コンサルタントっていうのをやってますと、まあ、大体企業さんとかが、抱えてる悩みがあって、ひょんなことからそんなこんなの解決できるかなって言われて、あじゃあこうしたらいいと思うんですけど、まずちょっとその案について、調査してみますねと、あなんかいけそうですとか、ちょっと難しそうなんでこっちの案でいきましょうかみたいなことやってるうちに、じゃあちょっと一緒に走ってもらえませんかって言われて、お客さんと手を揃えて、課題解決のその日まで、あとその後もお手伝いする並走させていただくっていうのが企画屋というかコンサルタントの仕事なんですけど、それの今現在パートナーとしても師匠としてもお付き合いいただいてる、麹町にある株式会社イッツっていうところの谷さんっていう社長が、まあ初老のおじさんですね。この人もおじさんですね。頭使うこと全てにおいてものすごいご支援いただいててですね、まあ、この人言葉悪いですけど大企業に土足でじゃんじゃん上がっていって重い課題をじゃんじゃん解決してきた人でして、してきたって言ってもまだ生きてるし仕事受けてるんですけど、でその人と仕事やってるのすごく楽しいんですよね。ずっと熱中してその人とお付き合いしてからもう16年ぐらい経つんですけど、仕事に熱中させてくれるモチベーションを常に、くださっていて、でコンサルタントとして一番重要なことって、その課題解決しながら、解決方法をその時々に合わせて、生み出していくことなんですけど、これって熱中してないとできないんですよね。まあ、自分事とはちょっと違って、よく主婦の方の発明が日常の些細な悩み事でそれを解決するためにできたこれが大ヒットですみたいなのあると思うんですけど、僕らも人様の仕事なのに自分の日常化しちゃって、でその日常の中で、あこの課題ってこう解決できればいいなっていうことを日々調べて提案するみたいなことやってるんですけど、まあそうやって頭常に、日常化して動かしていくっていうし、そのなんていうんですか、お作法っていうか性質を与えてくれたおかげで、多分今ここでもバンバン言葉を出させても、ね、出てくるような感じでおしゃべりできてるのかななんて思っていて、まあもしこれをね師匠の谷さんが聞いたらちょっと涙ぐむかもしれないですけど、まあちょっと代表してというか特出しで感謝をお伝えしましたというところで、それではね最後になりますけれども、そろそろ行きましょう。30分間最後までお付き合いください。
A&G アカデミープレゼンツ船水元吉の親父構文。さて最終回も私船水の最近の話をさせていただきましょう。昼はコンサルタント、夜は居酒屋系、そんな親父の日常にちょっと耳を傾けていってくださいということで、秋ですね、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋なんて言われてますけど、船水さんにとって秋はみたいな、ことでして、あの八代秋から出てくるんですけど、まあ、それまあちょっと冗談で、食欲の秋ですね。パッと思いつくのはあのついね、収録の2日前にあの弁慶っていう、まあ、この東京の東側に住んでる人、あの江戸城の東側に住んでる人は結構知ってるかもしれないんですけど、あの家系ラーメンでもバキバキに量多いし背脂どしどしのやつで、まあ男女問わずですね、そういうもの好きな人にはもうギュンギュン刺さってて、ファンも多いんですけど、そこが30周年記念ってことで、しっかりあの美味しく食べさせていただいたのと、あとは30周年記念のグッズの帽子をみんなでお揃いで買いましたので、あのもしあの見たい方いらっしゃればですね、門前仲町の、ナイスアイデアっていうお店か、ワインご飯っていうお店か、マンダラっていうお店に行っていただければ、その帽子あのリアルで、あの僕がいる時だったら試しにかぶって写真とかも撮れますんで、ぜひよろしくお願いしますっていうのと、でうちのまあ秋に、まあその門前仲町エリア、深川エリアって言いますけど、あの秋になるとですね、まあ始まって 3.5 年というか4年ぐらいのイベントなんですけど、深川十五夜祭り、まあ何回もこのラジオでも言わせていただきましたけど、9月14日から17日まで、4日にわたってですね、もうしっかり大規模なステージを境内に組んで、神事からいろんなお江戸っぽい出し物、夕方とか夜になるとライトアップもものすごくあの綺麗みたいなん で僕も協賛させていただいてまして、あのアンドンにナイスアイディアって書かれてるんで、まあ、それもねちょっと、行った方は見ていただければと思うんですけど、あとオンエアがそうか、お祭り終わった後なんですね、9月の20日だから、まあでもあのそのね、宣伝したかったっていうことが伝われればなんかね、街の人も喜んでくれるんじゃないでしょうかね。まあ、そんなところで、近況なんですけど、メールもねあのまたいろいろ送ってくださってて、でしかも察しのいい あのお便りがね結構届いてるんで、ちょっとあの読ませていただけたらなと、反応させていただけたらなと思うんですけど、親父ネーム花水垂吉さんですね、毎回ありがとうございます。船水さんこんにちは。あ、ここは船水さんって言ってもらえるんですね。ついに最終回ですねと、全6回お疲れ様でした。この番組が終わってもまたどこかで船水さんのラジオが聞けたら嬉しいです。ラスト相談です。海が怖いのを克服したいです。海洋恐怖症って言うんですかね、理由はわからないけど深い海や魚が怖くて、特にクジラの映像を見るとゾッとします。どうしたら克服できると思いますか。また船水さんにとって怖いものはありますかっていうことで、そのまずは怖いもの誰でもありますし、例えばみんなで楽しいから出かけたいって、まあ、居酒屋であのお酒飲まずに楽しめる人もいますし、スノボ行っても下の広場でソリで十分な人もいますし、まあその海にどうしてもなんかねあの行かなきゃいけない時はその時用にこう普段から楽しみ方を見つけ考えておいたらいいと思いますね。おまけでなんかね楽しみ方知ってるからいつでもお誘いくださいみたいによく見慣れたらというか、そしたらなんかいつの間にか克服できちゃうかもですしね、いいことあるかもしれないなと思います。で、船水さんの怖いものはですね、これ最終回なんでちょっと真面目なことを言いますとですね、僕の怖いものは大事な人とか好きな人とか興味ある人から興味を持たれなくなること、そうですね、あと何かに熱中 してない時が来ること、この2つですかね、パッと思いつく怖いものって。まあ、でもですね、まあ、これその海洋恐怖症は克服したいってことだったんですけど、僕の怖いものに関して言うとちょっと克服はしたくないなとは思う
恐怖症なんですけどね。まあ、よく分かんなかった人はちょっと聞き直してみてください。あ、で、あと、花水さんありがとうございます。名前も出てますけど、お互い花水ってことで花水垂れないようにですね、頑張っていきましょうということで、アディオスと。で、次のお便りに行かせていただきます。親父ネームみっちゃまさん、船水元吉さん、最後の放送楽しみにしています。まだまだ残暑が厳しい日々が続いておりますが、夜風に少しずつ秋の気配を感じるようになりました。僕もそうですね。さて、秋は読書、運動、食欲と楽しみがたくさんある季節ですよね。今年は新米やタチウオに自然の恵みを感じる季節になると想像しています。まだ食べてないのかな。あ、そうか、新米これからか。タチウオは出てきてますけどね。船水さんはどんな秋が好きですか。私は秋といえば秋山浩二が大好きです。秋山浩二さんが大好きですかな。今年は大谷選手の40-40が話題になっておりますが、まず最近だと46-46とかオンエアされてる頃にはもっと伸びてるかもしれないですけど、秋山さんはバク転と野球が得意で、先に野球って言った方がいいんじゃないですかね。1989年にパリーグで打率、3割1厘本塁打31本、盗塁31で、プロ野球史上5人目となる日本プロ野球史上5人目となるトリプルスリーを達成しています。船水さんの好きな秋を教えてください。こう冒頭でね、ちょっと八代亜紀さんって言っちゃったんですけど、あと食欲とか言っちゃったんですけど、よくこうやってそのお時間もらって考えさせてもらうと、最近はやっと爆発い夏が終わったことが秋の好きなところと、あと、飲食でいうと消費が2月8月って落ちるってされていて、その法則みたいなのがあって、その8月を乗り切れたみたいなところが、僕の秋の好きなところですかね。で、あと秋山選手についてうっすら知ってるぐらいなんですけど、秋の山までバラすと、山ですね、好きでしたね。最近全然近づけてないんですけどね。こういう時親父公文だとかっこ涙とかつけるんですかね。まあそんなところで、親父ネーム親父推しさん、これね同じ人なんじゃないかなと思うんですけど、こんにちは船水さん、最後の放送ですね。寂しいですが最後の機会に、ぜひお伺いしたいことがあります。船水さんのお店についてお話を伺いできると嬉しいです。門前仲町の居酒屋にどんなこだわりがあるのか、秋に向けての楽しみなどぜひ教えてください。船水さんというパーソナリティが、パーソナルの部分がどんな人かもっと理解できる気がします。船水さんらしい温かいトークを楽しみにしております。僕は温かいですかね、ちょっとよくそれ分かってないですけど、でもね、じゃあ自分の店、例えば1号店ナイスアイデアって店なんですけど、昔はこれ熱中症でやる気があったからなんですけど、トゲトゲにトゲ出してたような気がするんですよね。俺はここまでやりきるんだっていう意味で、誰かに見せつけるっていうわけではないんですけど、自分に努力を見せつけるために、丸々したいっていう感じで、ものすごい、最初の頃はもう月に何十万も使っていろんな店行って勉強してきて、その次の日にその店でよかった、記憶に残ったこれぞっていう人ん家の店の美味しかったものを、自分なりに居酒屋価格の値段で出せるように再現してお出しするみたいなことを日々やっていてですね、そのおかげでコロナ前の話ですけど、もういろんなところからお客さん来てくださって、テレビとかも出たのもあるんですけど、なんか変な店だったんでですね。で、その時にいろんな人と知り合いになることができて、今でもですね、その時のお客さんだけじゃなくてスタッフさんもそうなんですけど、たくさんの方と講師でお付き合いさせていただいてて、それはそれですごくいい期間だったなと思うんですけど、コロナになって飲食だけでは身が持たないってなって、昼間のもともとやってたコンサルの仕事を再開させるに至るんですけど、で、じゃあコロナ明けどうしてるかっていうと、今そのナイスアイデアっていうお店は、スリーシャンのマッチって自分で
宣言しているマッチっていう可愛らしい現時点63歳のおじさんですね、この人もやっぱりね、が店長やってくれていて、そこにまあ毎日時間わかんないけど僕も顔は出すんですけど、30年ラーメンやってきてて、その前いろいろ仕事してる人なんですけど、まあ単体で王様のブランチにラーメンで出たりとか結構実績のあるおじさんで、その人がまあ今までの変わった居酒屋メニュープラス締めのハーフサイズのラーメン、締めに食うのにちょっと食えるみたいなラーメンやっていて、今月はですね、その秋に向けての楽しみ、うちに関して言ってくださってると思うんですけど、月替わりラーメンでキノコと鮭のラーメンっていうのを出していてですね、名前合ってるかどうかわかんないですけど、まあ、この前ウルグアイのものすごい有名なお店の、シェフの方と、あと日本の超有名なお寿司屋さんの大将が2人で友達付き合いなのか来てくださって、このラーメンを食べてものすごい秒で汁まで完璧に飲んでくださって、美味しいって言ってくださったんで、まあ僕ちょっとね本人じゃないからっていうのもあるんですけど、ちょっと心強い状況に今ありますんで、もしね試してみたいということがあればそのラーメン試していただきたいんですけど、あとはですね、スリーシャンってどういうことかっていうと、本当は自分の口で言わせてあげたいんですけど、マジシャン、ミュージシャン、テクニシャンっていうことらしいんですね。テクニシャンの部分はちょっと割愛させてもらうんですけど、ミュージシャンの部分は小学5年生から高校2年生とバンド組んでたらしくて、まあ、だから60年前って50何年前ですよね。で、スタジオミュージシャンとかもやってたぐらいのベーシストなんですよね。いろいろ楽器弾けるんですけど、でその人が自作の、曲を自作で、まあ、テーマソング作ってくださってて、それが聴けたりとか、まあ、しますと。でマジックはちょっとすごく有名なマジシャンの人から直接、若い頃ホテルマンをやっていた時代があって、控室で半年頼み込んだら有名なマジシャンさんから教えてもらって、それがきっかけで結構テレビで見れるぐらいの出られるぐらいのマジックをたまたま居酒屋で来たら見せさせられるっていう、結構ね老いも若きも反応が良くてですね、一回こうお仕事のお付き合いで来てくださった方が今度家族連れで来てくださったりとか、その家族で来たお子さんがもう一回マッチのところ行きたいって言ってマジック練習して見せつけに来てくれたりとかするんですよね。だから結構あったかいお店なんで、門前仲町でカタカナでナイスアイでやって店なんで、まあもしよろしければいらしていただきたいのと、もう一個は大祭だってもう8年経ったんですけど、7年ぐらい経った、3軒隣にワインご飯っていう、ワインご飯ですね、立ち飲み屋をやってるんですけど、ここはちょっと全然コンセプトが違って、入りにくい横丁の入り口の角にあるんで、その横丁に入ってくる入り口としてすごくフランクな店を作っているつもりでして、ここは町の人がワイワイやってる中に、その町に遊びに来た雰囲気をちょっと楽しんでみたい、外の町の方とか会社帰りの方とかが寄ってくださっていて、結構ここ常連で言うと、これ商売よく言うと坪月商30万坪で稼げる月商が30万あれば安定してる店だなんて言われるんですけど、もうちょっと行ってるんで、でその30万行くには、なんかこれ本当に合ってるかどうか分かんないですけど、お客さん1万人ぐらいはいるはずだと。まあだから1年に1回の人、週に1回の人、毎日の人みたいなの含めてですけど、でここで言うともう3万人ぐらいいるんじゃないかななんて僕は思っていて、とにかく人と人が互いにコミュニケーションを取りに来て、お客さん同士、初めての人同士、スタッフ同士、スタッフとお客さんみたいな、そんななんかその瞬間、その瞬間ごとに地域のサークルが即興で出来上がるみたいな空間なんですけど、まあそこはちょっと日頃のちょっと疲れを軽く発散させたいなっていう人向けてやってるんで、もしよろしければお立ち寄りいただきたいですので、そことか来ていただければ、おすすめの店もご要望に合わせて、ご案内してますんで、街の案内所的な、うちで囲って行きたいですってことはないんで、そういう意味でもちょっと遊びに来てもらえたらなと思いますと。まあパーソナル部分伝わるのかな、わかんないですけど
ありがとうございました、親父推しさん。であとじゃあこれ4通目最後なんですけど、今日ですねあのお許しいただいてメール長めにちょっと読まさせていただいてます。ひろしの長女、本当に親父ネームひろしの長女ってことだと思うんですけど、お父さんひろしさんっておっしゃるんですね。僕のおじさんにもひろしさんっていう人いますよ。ラジオ親父構文お疲れ様でした、ありがとうございました。最後に船水元吉の好きな名言を教えてください。またどこかで船水元吉のラジオを聞ける日を待っていますね、ありがとうございます。すぐ聞けるようにねあの準備したいと思うんですけど、まずご質問ご答えさせていただきます。船水元吉の好きな名言を教えてください。僕ですねおはようございますですね、毎日朝から晩までその日出会った人に最低50人ぐらいには行ってんじゃないかなと思ってるんですけど、同じ町でね20何年も暮らせればまあ話しかけられることも多いですし、いろんな出先行くことも多いですし、お客さんと挨拶させていただくことも多いんですけど、でもあれすごくないですか、あれだけでね、水商売の怖そうなキャッチの黒服さんから近所の仲いいお年寄りの方とかまでですよ、あと仲間とかまでですよ、誰とでも結構十分なコミュニケーション取れた感あるじゃないですか。おはようございます、おはようなんつって、暑いねなんて言われて、暑いですねちょっと行ってきますなんて、そんぐらいの会話で毎日、それなりの十分なコミュニケーション取れちゃうし、たまにただ挨拶してただけで挨拶できるお前はいいやつだなんつって褒められるおまけまでついてくるんで、すごいスーパーワードだなと思うんですね。あれなかったらもう困りますよね。どう話を毎回なんかエピソードトーク考えていかなきゃいけないのかみたいな、カスタマイズしなきゃいけないのかみたいなのありますしね。それでまあそういう意味ではまたですね、皆さんにですね、まあおはようございますだけじゃない、こんばんはでもいいんですけど、挨拶できるようにですね、早々にまた何かしらのねラジオ、まあもうね企画実はもう作ってて、準備も始めてるんですけど、まあ始めたいと思いますんで、それまではですね、今日のところは、まあ、また今晩みたいな感じで、お別れかな、アディオス、ありがとうございました。ひろしの長女さん、たくさんのメールありがとうございました。A&G アカデミープレゼンツ船水元吉の親父構文。といったところでお送りしてきました A&G アカデミープレゼンツ船水元吉の親父構文、エンディングのお時間です。ここでですね A&G アカデミーからのお知らせです。文化放送が主催する A&G アカデミーでは現在この秋開校のコースで受講生を募集中。ラジオ番組のパーソナリティを目指す方はラジオパーソナリティコース、優秀者はこのように自分の番組を持つことができます。また超 A&G プラスの動画番組の作り方を学びたい方は A&G 動画コース、どちらのコースも応募締め切りは10月8日火曜日、10月8日8日ですね、火曜日です。応募方法など詳しくは A&G アカデミーの公式サイト ag-ag.com ag-ag.com をご確認ください。たくさんのご応募お待ちしています。以上 A&G アカデミーからのお知らせでした。この番組のアーカイブは放送終了後から、まあ、いつも通りですけど A&G アカデミーの YouTube チャンネルで更新されますので、できればそこにもタッチしていただけると YouTube チャンネルも盛り上がると、まあ僕もね陰ながらこうなんて言って微力ながら貢献できればなと思いますんで聞いてみてください。それからですね、私からのお知らせはもう死ぬほどしちゃったんで、一つだけですね、X
アットマーク、フナアンダーバーネット FUNA アンダーバーネット、インスタは元吉、フナミズ MOTOYOSHI スペース FUNAMIZU でやってますんで、実際にですねびっくりしたことがあって A&G のファンだと、ヘビーリスナーだと書いてる人からフォローしていただいてですね、このタイムラインの中でかなり異色というか、でアイドルとかアニメとかを好きな方々からすればちょっと渋垣みたいな僕の声をですね、わざわざフォローしてくださったのは嬉しかったと思うんで、嬉しかったんで、今後もですねいろんな意味でラジオ作っていきたいと思うんですけど、その公開場所に関してとかも、つぶやかせていただき、つぶやきって言わないのかな、ポストさせていただきますんで、ぜひちょっとチェックいただければなとは思うんですけれども、告知そんなところで、なんていうんですかね、船水元吉の親父構文、最終回だったわけですけど、冒頭にねなんかちょっとした振り返りもあったんですけど、寂しいですねやっぱりね、なんか来る時からちょっと寂しかったですよ。でもなんていうんですかね、やっぱ6回やってみて続けてみたいっていうよりも始めてみたいっていう気がもうものすごい物量で出てきたんで、もう企画もねさっきちなみにちらっと言いましたけどちょっとこってり作ろうと思ってってますし、今まで関わってくれたし、それこそ A&G アカデミーの同期だった子とかで、最後の、発表会で仲間だった子とかも含めてですね、コミュニケーション取りながらコンテンツ作れたらなと思ってまして、そこら辺発信していきたいと思いますんで、ちょっと聞き返していただいてですね、YouTube ですね、聞き返していただいて、X アカウントフォローしていただければと思いますし、もうね話す時間もうすぐなくなっちゃうと思うんで、最後に一人喋りっていうことについてと、あと普段の受け、みんなの僕が話してる内容に対する反応、に関してものすごいこだわって考えるようになったなと、受けに関しては見るようになったな、フォーカスするようになったなっていう感じがあって、今までも興味が持ってなさそうな話とかはすぐに引いて聞き役回るとかやってましたけど、それのなんていうんですかね、フォーカスが上がったかなと、気にし方が上がったってことだと思うんですけど、また進化して現れたいと思っておりますので、ぜひ今後ともお付き合いお願いしますっていうのと、今後も私と同じようにですね A&G アカデミーラジオパーソナリティコースの卒業生さんによるですね番組が予定されてます。詳しくは超 A&G プラスのお知らせとか A&G アカデミーのサイトをチェックして、見てください、そんなところでいいですかね、よくないんですけどね、それでは、お別れのお時間です。お相手は船水元吉でした。またね。